はい、酒好き通りの一指導が始めていきたいと思います。今回はグランドキリンのマイルドリッチ。こちら、ローソン限定販売ということでね。アルコール度数が 5.5%。原材料が麦芽、カッコ、大麦麦芽と小麦麦芽とホップになってます。小麦麦芽の柔らかさとホップの香ばしい香り立ち。旨味と苦味が織りなす滑らかなコクの一本。と書いてあります。ってことはこれあれか、小麦の、あれが、小麦系のあれか、白ビールみたいな感じかな。いただきます。めっちゃこぼれた。あ、これ小麦ビールだ。小麦系ビールだ、これ。うん。ああ、なるほどね。うん。うん。あ、これ美味しい。これ美味しいわ。あんまりね、グランドキリンシリーズあんまり、俺あんまり好きじゃないんですけど、これは美味しいです。マイルドに。これは美味しい。ああ。あの、小麦のね、柔らかな香りと、口当たりの良さ。うん。うん、これ美味しい。うん、なんか最近ね、なんかね、ジョジョがね、面白いって言ってる人が結構多くて、うん、まあ関係ないんですけど、うん、これはね、白ビールっぽいですね。あんまり苦くない。これは。うん。苦味が弱い。ですね。今日の、折り的ゲーム速報陣を見ていきましょう。
黒子のバスケ脅迫事件、犯人に懲役4年6ヶ月。え？あとは、母親がレストランの席でおむつ交換したら店を追い出されたんだけど。と言って、母親が苦情を申し立て。バカじゃないわ、こいつ。そりゃそうだ。ガクトさん、舞台のリハーサルで転落し、足を剥離骨折。剥離骨折ってのは何なんだ？あら、この人あれ、最近ツイッターってね、ようつべで動画上げてるけど、毎日。ゲーム動画ね。大丈夫なの？関東一イケメン高校生。グランプリ決定。どれどれ。だいたいピアスしてるんだけど、それはいいんだろうか。高校生ですよね。ちょっとよくわからないですな。カレーにナス入れるやつは人間じゃない。だそうです。まあ別に俺はどうでもいいんですけど。カレーにナス別に入れても入れなくてもいいんじゃない？で、ココイチにカレーナス弁当、まあ、じゃね、弁当ちゃうわ。カレーのナス入ってるやつは売ってるけど。これでいいんじゃない？別に売ってるからね。まあ、そもそもナス自体嫌いな人多いからね。ね。ナスカレー。
まあ別に入れても入れなくても、まあ、どっちでもいい。あ、ぐるなりでピタリ賞が出たらしいです。ピタリ賞出たんだ。100万か。ピタリ賞100万。ピタリ賞。まあ、そんなもんでしょうかね。はい。グランドキリンのマイルドリッチ。これはまあ、それなりに美味しい。コクはそんなないですね。コクはそんななく。もう8月も終わりか。甘みはそれなりにちょいある。かな。うん、これは、美味しい。3444です。ご視聴ありがとうございました。